男子テニスの BNP パリバオープン、アメリカ、インディアンウェルズ、ハード、a t p 戦は16日にシングルス準決勝が行われ、第4シードの D メドベージェフが第17シードの T ポール、アメリカを、お1マイナス6、76、73、6マイナス2の逆転で破り、2年連続の決勝進出を果たした。試合後、メドベージェフは決勝に向けて、ベストを尽くす。 と語ったアルカラス、メドベージェフら BNP パリバ OP 組み合わせ、昨年の同大会で準優勝したメドベージェフは今大会、初戦の2回戦で同64位のラウンドカルバレス・バエナ、スペイン、3回戦で第29シードのエス・コルダ、アメリカ、4回戦で第13シードの G ・ディミトロフ、ブルガリア、奥田し8強入りすると、準々決勝では第7シードの H ・ルーネ。 デンマーク、ニストレート勝ちを収めベスト4に進出した。迎えた準決勝、メドベージェフは序盤からネットプレイを仕掛けるポールに苦戦。ベースライン上からのストローク戦という自身のペースに持ち込むことがきないメドベージェフは圧倒され第一セットを落とした。しかし、徐々に主導権を握り始めたメドベージェフは第二セットで4-0と大きくリード。ここから追いつかれタイブレークにもつれ込むも、 左足首をひねり負傷したポールに対し攻め込み、1セットオールに追いつく。ファイナルセット開始前にはポールが足首を治療、その後第1ゲームでいきなりブレイクに成功したメドベージェフは流れをつかみ、第5ゲームでもブレイクを奪う。サービングフォーザマッチとなった第8ゲームでは2度ブレイクポイントを握られるもこれをセーブ。マッチポイントではバックハンドの打ち合いを制し、 2時間23分で2年連続の決勝進出を果たした。